小山台、小山台が地元の、縄田さん、縄田さん、出入りからは井上雅樹さん、井上です、どうも、林さん、はい、皆さんの持ってる知識を振り出すことで、小山台をぶらぶら歩いて、はい、何か知ってることあれば言ってもらって、相手をへーと言わせてください。で、はい、ああ、はい、これがへーと思ったらガチッと押すという。井上さんの得意分野の路線図が、はい、あ、路線図から、路線図でまずはこれ、はい、東急の路線図ですよね、はい、海岸にもホームがあって、向こうにも切符売り場があるんですよ、はい、で、あっちとこっちで出てる路線図左右逆になってます。あ今これ渋谷がこっちじゃないですか、うん、これが下りなのか上りなのかな、向こうが、電車の進行方向に合わせて渋谷がこっち側になってるんですよ。そうか、こっち轟きですもんね。轟きなんで、うん、で向こうの券売機行くと、うん、まあ、買う向きと電車の向きがちゃんと逆になるので、へえ、それは路線図も横浜方面と渋谷方面が逆に書いてる。おお、ちょっと行ってみましょう。東急だけの話じゃないんですけど、あと列車の中に貼ってあるものとかもそうですね。あの渋谷が右上に、お、本当だ、なるほどね。で、ここもう一個、まあ、まだまだいいですか、もうちょっと、はい、サイズがちっちゃいの分かりますか、さっきは。確かに、そうですね、そうですね。で、右に、日比谷線の乗り換え切符運賃表ってあるんですけど、うん、あれさっきのにないんです。あ、そうか、中目黒に行くと乗り換えられる、うん、あれないので、あれ入れなきゃいけない。入れると縦横比がおかしくなるので、ギュッと縮小しなきゃいけない。そうすると上に隙間ができちゃう。あああっていう、あの事情がここにある。すごい。あと微妙、駅名の表示あると思うんですけど、急行の止まらない各駅停車だけの駅はフォントがちょっとだけちっちゃい。ちょっと違うじゃないですか。あ、本当だ、本当だ、ちょっとだけちっちゃいんです。わかんないぐらいちっちゃいっていうのが東急特徴です。東急のと駅関連だったらもうちょっと。東急最近ホームドアつけてあるんですよ、大井町線って。日本で初めてホームドアできたところ、ご存知ですか。東海道新幹線の熱海駅。へー、うん、ホームが狭いんだけど新幹線がビュービュー通るんで、うん、風ができて危ない。あ、積んでできたのが、70年代、結構早い。ちなみに世界初だとソビエトですけど、ソビエト、レニングラード、今のサンクトペテルブルク。僕が知っていることといえば、こちら交番がありますね。小山台の交番と駐在所2カ所あるという、らしいんですね。住んでるのが駐在所で、通ってんのが交番でしょ。閑静な住宅街に行くと、うん、何ビートたけしさんとかそういった非常に西部の方々が住んでらっしゃると聞いたことがあります。本邪魔家の石塚さんのなんか花輪がね、なんか目の前にあったりとか。いいですね、このキャラクター。あ、おっぽん、おっぽん、小山台のキャラクターっていうこと。小山台のおっぽんと山ですか、これ。おの山だ、はい。へえ。最初は小山と書いた、小さい山と書いたのが、はい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 、はい、別の小山とか大山とにすごく紛らわしいから尻尾にしたというふうな言い伝えがあって、スペース化のためだけにつけたらしいです。ある時から。あとここ鉄条網ですね。有刺鉄線です、これ。あ、気をつけろ。ね、個人商店もいっぱい多くていいですね。いいですね。だからすごく安いは安くて、うん、ここは1000円で生ビールと串数本のセットがあって、うん、いいですね。ね、八百屋さんでジャズをやってらっしゃって。え、はい、ごめんください。ジャズやってます。おお、楽器何やってらっしゃるの。元住吉ね、見た目の通り若い子なんて言わないでよ。ピアノですか。そうだよ。スーパーなんですけど、まあ寝てる人も時々いるんですけど、なんか仰向けになってかぶっ倒れてる人がいて、お、危ない。で、救急車来て、多分急性アプチューですね。東京都市大学っていうのがあって、あ、はい、まあ、そういうドラマがあって。そうですね、春ね、歓迎会のシーズンですから、皆さんも気をつけていただければとね。そうですね、まとめますね。ジローリスペクト系、最近覗いてみたらやってたから。あ、やってるんですか。はい、あ、看板ないけどやっちゃってる。あれやってるんですか。やってるみたいです。はい、やってんだ。右に陸ってちっちゃく書いてあるんだ。そうそう、あれお屋敷街ですね。はい、うん、成功者の笑い声が聞こえてます。 あちらが駐在所です。あ、本当だ。ここが、はい、さっき言ってた。そうですね、家ですね。いいですね。これが古墳です。え、これ古墳ですか。はい、こういう風に来ましたら、お墓なのかっていうのは、まあ、分からんでもないという。5世紀後半、
なんか虫、虫。あ、眺めすごいですね、ここ。多摩川。あ、ここもずっと行ったら川があります。もう10分もかかりません。はい、ね、向こうとこっちで同じ地名ってあるんですよ。轟とか、あれですか。丸子とかも。丸子とかもそうなんですけど、それはもともと同じ土地で川が蛇行してたから、同じ地名で川の方がまっすぐになって横切っちゃったって聞きました。それはね、ブラタモリで武蔵小杉来た時に言ってましたよ。あのアンテナがあるじゃないですか。家の屋根に立ってるアンテナがヤギアンテナって言うんですけど、懐かしい、魚の骨みたいになってるアンテナ、うん、で、あれ東北大学の学生が最初あの考えたんですよ。確かヤギさん、ヤギさんが、ヤギウダアンテナって名前で、ヤギさんウダさん、で、学生の卒論で卒業研究で、こういうアンテナだとなんか電波受けやすい。宇田さんどこで聞いたんですか。宇田さんが聞いたんですか。宇田さんなんか聞いたくなっちゃった。ヤギアンテナって一般に言われてるんですけど、で長い方のところで電波受けて、で後ろにちょこっと出てる、中心から後ろちょこっと出てるのはなんかその反射を受け止めるようなイメージなんです、ね、あれ、あのこの面がついてるのが後ろなんですか、ね、後ろなんですよ。そう、あ、俺あれが前だと思ってた、うん、先ってな、中心から長い方が 先ですね、受ける方。そうか、あれみんなあの家ちょっと向き違います。なんか違うんですけど。違いますね。なんかね、アナログの時は全部東京タワー見てるとか、そういうのありましたけど。あの家映んねえな、うちって思ってる。向き違うから、ね、そう。違う。あ、で、あそこの黄色い看板の上にあるのは多分携帯の基地局です、ね、あ、ゴルフパートナーですね。ゴルフパートナー、もう詳しくないんですけど、マニアが見るとあれがあのドコモかソフトバンクかとか、そこまで分かるはず。へえ。世田谷って駅から離れてるのに土地高いんですよね。あっちの大きな通り、会社屋さんがめちゃくちゃたくさんあるんですよ、ね、なんかその環八沿いにお金持ち向けにボート売ってるんですよ、うん、ヤマハが。ボート売り場があって、うん、昔この辺川海だったのかなって思ってたけど、金持ちが住んでるってだけなんですよ。ここ居心地よくてついずっといますんで、ね、まあ、ただちょっと渓谷行かなきゃいけないから、ね、あ、そうです、そうです、そうです。